防げる怪我であるんじゃないか、何をじゃあ防ぐかって言ったところで考えなきゃいけないのはやっぱりここになってくるって話になった。ここになってくる。例えばシュート打ってれば怪我しないのに膝も切らなかったのに、フェイントをかけようとするからフェイント膝を切るわけです。意味わかります？なんならそこ行かなければ怪我しないのに行っちゃうから怪我するわけです。なんでそこに行くかって言ったら個体要因が大きいと。これは何かって言ったら圧倒的にエゴだ。エゴってわかる？自分のことを考えとる。なんで怪我した人にアンケート調査をすると、なんでその時の感情はどうでしたかって言ったら、いや絶対に1対1を抜いてやろうと思いました、いつもは控えなんだけど試合に出て絶対に結果を残そうと思ってやりました、一番手になりたくてやりました、先生に怒られないために頑張りましたって言って、何が起きるかって言ったら目的を失ってる状況になる。意味わかります？意味わかります？サンドボールの攻撃で大事なのはゴールすることが大事なのに1対1を抜こうとしてる。言いたいことわかる？1対1を抜くのがサンドボールの目的じゃないよ。ゴールすることが目的だけどイライラする、プレーがうまくいかない、だからもう絶対1対1を抜いてやろうって言って自分のエゴが先に出る。適切な判断してパスをしとけばいいのに絶対にシュート決めてやると思ってシュートを打ってる。だからそこでエゴが強くなってしまうとやっぱり障害に、繋がっていきますよねっていうのが昨日の話だった。じゃあ何をしなきゃいけないのかって言ったら、適切な判断を常にできるように自分で自分をコントロールする力が必要ですって感じ。なんでかって言ったらいつもの練習と違うことをするから怪我をすることが多い。いつもはそういう感情でやらないのに試合になったらそういう感情になってしまう。もちろん試合だからある、あるんだけども、そうなってしまったら怪我を発生する確率は高いですよって話。だからそのほらムカつくわ、絶対ちゃうムカつくわ、あいつ1対1抜いたろわって思わない、常に自分を律してコントロールするゲームの中で、でその中で適切な行動選択をするっていうことをトレーニングで落とし込んでいかないと、やっぱり最終的にはここに繋がってくる。エゴに、自分のプレーをしようとする、自分勝ってる、だから怪我しますねって。もちろんそういうプレーは人を怪我させることにもつながる、自分勝手なプレーする。だからそれをしないためにやるべきことをちゃんと分かってて、感情をコントロールするっていうのがスポーツで育まれる皆さんの力、みんなの力。スポーツっていうのは感情の解放、オリンピック選手見てもそう、嬉しい時にわーって言ってる、悔しい時になーってやってる、その感情の解放っていうのはすごく大事なんだけれども、そこで感情をコントロールするっていうのもすごく大事。例えばオリンピックでバトンがうまくいかなかった、テイクオーバーゾーンをオーバーしたって、もうその瞬間にお前何やってんだって言いたい気持ちもあるかもしれない。でもそれはずっと我慢してその人のことを考えなきゃいけないし、見てる人のことも考えなきゃいけない。だからその感情の解放とコントロールっていうのはすごく大事。イラついてるからって言ってボール蹴飛ばすっていうのも感情の解放にはなる。でもそれをって言ってコントロールするのも、スポーツで育まれる力の一つ。だからそういうところで怪我をしないっていうのが大事、そしてさせないっていうのが大事、そういうプレーを選択しないっていうのが大事。ここから考えていかなきゃ、そういう動作をしないことが大事。怪我をするような動作をしない、しっかり止まる、しっかりした姿勢を作る、そういう状況を作らない、危ない状況にならないように体をコントロールする、そういう行動選択をしない、そして自分をしっかり律していくっていうのに繋がってくる。これはみんな のスポーツライフを守るためだから、そこを考えていかないと。だって今怪我してみ、もう4年生終わりよ、委員会だって間に合わないもん、ふざけんなって言ったら。だいぶ貴重な貴重なこの時間をよりハンドボールで楽しもうと思うんだったら、より豊かにしようと思うんだったら怪我をしないことが大事。今日寝不足の人いない？寝不足の状況だったら怪我しやすいですよ。寝不足だったら朝暑いシャワーでも浴びて、冷たいシャワーでも浴びたら体を起こして、ここにいい状況で来ないと怪我しますよ。言いたいことわかる？その準備もやっぱり答えようになってくる。答えよう。OK？ だから怪我をしないように今日も頑張りましょう。